チーバス。チーバス。チーバスは東京都港区が公共事業として運行しているコミュニティバスである。正式名称は港区コミュニティバス。開業は2004年平成16年10月で、実際の運行は富士急行系列の富士エクスプレスに委託されている。合計8路線が開設されており、料金は小学生以上100円均一。 2004年、平成16年より、田町、赤坂の2路線で運行を開始、その後5路線を追加して、新設、試験期間を経て2012年、平成24年から追加5路線でも、本格運行を開始した。T バス派と A バス路線の廃止などに伴う、交通化措置のカバーなど、地域住民のニーズを満たすことを目的としているため、赤字となっており、 補助金の投入によって運行が維持されている。実際のところ計7路線の内収支が確保できるのは、田町路線のみであり、特に新規5路線については、年間経費約4億円に対して、約1.8億円の年間赤字となっている。T バスとの相性は、一般公募の15作品から、小さなバスをそのまま呼びやすくし、地域住民に愛されるバスという意味合いを込めて、選定された。 実際の読みは、チーバスであるが、表記上は、チーバスと用音になっている。港区内では2000年、平成12年に、都営地下鉄大江戸線と、営団地下鉄、現、東京地下鉄イコールメトロ南北線が開業。この際、それまで都営バスで運行していたバス路線のうち4路線が、廃止された。とりわけ、新宿駅と田町駅。 港区スポーツセンターを結ぶた70系統の廃止では、区内に公共交通のない地区が生じることとなった。た70系統の沿線だった地区の住民からは、東京都交通局や港区に路線バス復活の要望が多かったことから、港区でも交通局へ路線再開を打診したものの、交通局の方針に変化はなかったことから、 港区主導によるバス運行が検討されることになった。運行事業者は、プロポーザル方式、企画提案方式により決定することとなり、選考の結果、運行を担当する事業者は、富士急行系列の富士エクスプレスと決定した。港区では、車両購入費用や、運行の宣伝費用を補助するが、直接運行費用に関しては、赤字補填を行わず、運行事業者である、 富士エクスプレスが赤字を負担することとされた。2004年、平成16年10月より、田町ルートと赤坂ルートの2路線にて運行を開始した。免許上は一般路線であり、富士急行グループとしては初の特内での一般路線となった。当初は小規模な需要という観点から小型のマイクロバスを使用することになった。2004年、 平成16年度の累計利用者数は半年間で30万3000人となっていたが、翌2005年度には83万人を超え、年度を減るごとに利用者数が増加していった結果、2008年、平成20年度には118万人を輸送した。しかし、これは利用者からはいつも混雑しているという不満や、利用者を区民に限定するべきという意見が生じる結果にもなった。 そこで2008年、平成20年度には中型バスの導入が行われた。一方で運行開始直後より、田町ルート、赤坂ルート沿線以外の地区においても運行の要望が生じていた。区の運行するバスなら一部の地域に限定せず、他の地域にも運行すべきという理由である。これを受けて港区では2006年、平成18年に 国内全体の交通政策を考えるべく、検討会を発足させ、2007年、平成19年に実施した区民アンケート結果を踏まえて、2008年、平成20年に新規路線について検討することになった。折しも、2006年、平成18年からは、港区の区役所改革に伴い、五地区の支所を総合支所とすることで、 区役所の機能を分担する政策を進めていた。このため、新規路線についてはそれらの総合支所の担当する地区ごとに交通網を構築する方向性となり、公共交通が不便であったり、坂が多い地区、また人口が増加傾向にある芝浦港南地域のアクセス工場などの対策として、五路線の運行について計画が進められた。しかし、 元の2路線については廃止された路線バスの代替手段という一面もあったのに対し、新設する5路線については、沿線住民のアクセス向上が主目的であることから、必ずしも先行2路線並みの利用者数を確保できるかは予測できなかった。このため、当面は2年間の実証運行とし、収支率40%以上であれば、本格運行に移行。 もし出資率が40%に達しなければ、実証運行を1年に延長した上で対策を検討することとなった。2010年、平成22年3月24日より5路線の運行を開始したが、これらの5路線については直接運行費用に関しても、港区が財政負担を行うことになったが、社内の LCD 案内表示機の広告において、区政の案内にとどまらず、 沿線企業の広告も受け付けることとし、広告収入によって、補填額を抑制する方法が採用された。六本木ヒルズで乗車したまま、田町駅東口方面へ乗り継ぐことができる。早朝の2本を除く。田町駅東口発が7時台から20時台まで、六本木ヒルズ発が8時台後半から21時頃まで、約15分間隔、中型バス4台で運行している。 運行収支率は99%で、ほぼ収支均衡となっている。2007年、平成19年4月1日より、従来は回送運転だった田町駅東口、芝浦車庫の区間を旅客扱い運転に変更している。車庫への入り、出港を利用した車庫便は、1日14から15本設定されており、田町ルートと継続しての乗車が可能である。 2012年、平成24年4月21日の本格運行以降、7時台から21時台まで、平日は約20から32分間隔、土日祝祭日は30分間隔、小型バス4台で運行している。2013年4月30日までは、アザブルートとして、投資で運行されていたが、複雑なルートや、収支改善などのため、東西に分割された。 いいくら片町仙台坂上の区間以外では片方向きのみの運行となる。2012年平成24年4月21日の本格運行以降7時台から21時台まで約20分間隔小型バス5台で運行している。2012年平成24年4月21日の本格運行以降後、7時台から21時台まで約20分間隔 小型バス4台で運行している。表参道駅南青山山頂大目交差点の区間は本路線と同じく富士エクスプレスが受託している渋谷区のコミュニティバス、八甲バスの神宮の森ルート、こちらが先に開設と重複しているための立議が可能である停留所ポールもほぼ同様のデザインの八甲バス、T バスの2つが設置されている。 浅草線三田駅前で乗車したまま、品川駅港南口方面へ乗り継ぐことができる。2012年、平成24年4月21日の本格運行以降、7時台から21時台まで約20分間隔、中型バス4台で運行している。2012年、平成24年4月21日の本格運行以降、 7時台から21時台まで、約20分間隔、小型、中型バス4台で運行している。車内の停留所案内では、日本語、英語の他に中国語、朝鮮語でもアナウンス、表示されている。運賃は大人、小児とも100円均一、未就学児童は無料であり、現金と専用定期券。 一路線につき1ヶ月4200円3ヶ月11970円、および IC カード乗車券、パスもスイカとか等が利用できるバス利用特典サービスは対象外。なお、東京都シルバーパスは使用できない。ただし、下記の区民は港区コミュニティバス無料乗車証の発行を申請できる。この他に2005年、平成17年9月3日からは土曜、 休日、休本、年末年始限定で1日乗車券、各ルート300円、全線500円の車内販売を行っている。一貫して、日の自動車製の車両が導入されており、2004年の運行開始時には、CNG、圧縮天然ガスエンジン化改造及びステップリフトを搭載したリエッセが導入された。車体には、沿線の小中学校、芝浦小、 赤坂賞、南山賞、赤羽賞、東洋英和女学院中等部に依頼したデザインが塗装されている。2007年、平成19年から、多摩地区契約草原輸送用車両との共通予備車として、レインボー E、イスズエルガミオの OEM 供給車ワンステップ車が慢性的に発生している混雑緩和対策から導入された。そのため、 リエッセで採用された車体のデザイン塗装ではなく、白の無地、または富士急グループの観光バスに準じたカラーリングに、チーバのロゴステッカーによる対応となる、2673号車など、2009年、平成21年には輸送力増強のため、2代目専用車として CNG 化改造をされたレインボー E。 ミスズ・エルガミオとの統合モデル車ノンステップ車が順次導入された。大型化された車体により混雑時には一定の効果を上げている。リエッセ同様沿線の学校に移植したデザインが塗装されている。しかし、港区では清掃車もすべて CNG 車両としていることから CNG 充填施設の供給容量に制約が生じており。 単純に CNG バスを増備すると重点所の対応が困難になると判断された。このため2010年開業の進度専用に導入されたレインボーイ、e、ーポンチョでは通常のディーゼル車が導入されることになった。2013年からは環境省の平成24年度地球温暖化対策技術開発実証研究事業の実証事業の一環として 東芝製、リチウムイオン二次電池、支部を搭載した電気バスの実証運行をシバルートで実施。2015年からはシバルートで2台が運行され、3年間で6台の導入を計画している。専用車は液晶ディスプレイを用いた車内案内表示装置を装備している。日本語、英語、中国語、韓国語の字幕表示による停留所案内のほか、 JCN 港新宿を窓口とした沿線企業、団体や富士急グループの映像広告を放映している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。